JR 北海道の特急列車として活躍したキハ281系が今日ラストランを迎えました。1994年札幌と函館を結ぶ特急スーパー北斗としてデビューしたキハ281系、先月定期運行を終えていますが、デビュー当時のスーパー北斗として昨日と今日臨時列車が運行されました。カーブで車両が傾き速度を落とさずに走行できる振り子車両は最高速度時速130キロの高速化を実現しました。しかし2011年の石勝線での脱線火災事故を受けて速度は抑制されることに。今日のラストランには多くのファンが駅や沿線に駆けつけ最後の姿を見届けました。長年振り子として頑張ってくれたところが、はい、スーパーホット好き？好き。どんなところが好きかな？かっこいいところ。 JR 北海道のエース車両がまた一つ姿を消しました。